で、あと、重量の入力ですね。全体の入力が終わりましたら、建物の重量ですね。で、これ重量の重さに応じて、こう地震力が大きくなりますので、この重量は非常に重要です。で、どうやって入れるかっていうと、ここに、解重量とありますんで、もし、重量を拾ったデータがありましたら、この解ごとに、ここに重量を入力していただきたいんですけども、もしそういうのがないという場合は、ここに重量設定というのがありますので、ここはですね、床面積から、簡易的にこう重量を概算しているものです。なので、ちょっと安全側でだいぶ重い重量になるんですけども、ここで重量を算定していただいて、で、この建物仕様ですね。屋根とかの仕様に応じて、建物仕様を選んでいただいて、あと、多接区域の割増なんかも選んでいただいて、で、そうするとここに更新ボタンを押すと、各階の重量が出てきます。で、これ設定とやると、重量設定が反映されます。ここに出てますね。そうすると、これ重量設定された解析モデルということになります。